王式通りは、新末民発の政治家、学者。北京政府に属し、司法行政、学芸行政の分野で、主に活動した。字は、諸行。号は、シリング。祖籍は、石膏省商工府商工圏。語は、北京政府、中華民国臨時政府、南京国民政府の政治家である、大影隊。1898年、母術家紳士となる。 形質芸学堂を卒業し、北洋編書局、大学堂を、学務所、法律学堂で、各職を歴任した。1906年、日本に、教育の視察に赴く。帰国後は、内閣中書、行部三党主事、アンキシー・ムイロー大理院水事、漁師、大理院商協などを歴任した。中華民国成立後の1912年7月、公式通りは、 北京政府の司法部次長代理となる。さらに陸印省内閣で、司法総長王朝めぐみが中途で辞任したため、王式通が総長を暫時代理した。まもなく王式通りは、総統府法制秘書に転じた。さらに、約法会議秘書長、政治会議秘書長、総統府内市、政治同期用局長など、事務方の要職を歴任している。九百十六年五月、 王式通りは、断基随内閣で、国務院秘書長となる。翌月、国務院参議に移動した。1917年9月から1920年9月まで、全国推理局副総裁を務めている。その後は、新士官んおさむ、故宮博物院管理委員会副委員長、東方文化事業総委員会委員などになる。王は、当時における資学。 知事の第一人者としても知られた。1930年10月3日、北平で病没、去年67、ありがとうございます。